いつも仕事が終わらないと嘆いている。全てを完璧にやろうとして結局仕事が終わらなくて困っている。納期ギリギリになってしまう。上司に適当でいいよって言われても適当がわからない。結局いつも深夜残業で終わらせている。家に帰ってみれば家事も溜まっているし寝るのも遅くなる。体調も悪く頭がぼーっとしているが他のやり方がわからない。新しいことを勉強しようと思ってスケジュールを立てるが一日うまくいかないことがあるとやる気がなくなってしまう。朝からジョギングするぞと意気込んで6時に目覚ましをセットするが3日もすればもうやる気がしなくなってダラダラしてしまう。それは全て完璧主義のせいだ。完璧主義だと納期を守れない、時間を守れない、そして仕事ができないとみなされる。そうなれば自信を失ってくる。そうするともう80点の仕事なんてできやしない。なおさら完璧にやらなければならないとなってくる。悪循環だ。本書ではそんな悪循環を断ち切る方法を教える。完璧主義を捨てる方法、それを教えていこう。現実主義を手に入れたあなたは自分の目標も大きな目的も人生の夢も叶えることができる。なぜなら投げ出さずに進み続けることができるからだ。ぜひ現実主義の新しい自分を手に入れてほしい。本書の使い方。人間は完璧主義と現実主義の間を行ったり来たり。本書では分かりやすくするために完璧主義と現実主義の人を対比して話していくことになるが、実際には 100% 完璧主義とか 100% 現実主義という人がいるわけではない。誰もがある部分に関しては完璧主義だし、ある部分に対しては現実主義だったりする。本書の目的。本書の目的は読者の皆様が完璧主義から現実主義に移行することだ。完璧主義だといろいろなことが成功しやすいと思っているかもしれないが、それがまず大きな間違いだ。実際には夢も目標も現実主義の方が達成しやすい。なぜ達成しやすいのか、そういった説明と実際に完璧主義を捨てていくための方法を説明していく。ただ難しいのは完璧主義は無意識の中にある。だから無意識を変えていかないことには完璧主義から現実主義へと変わっていくことはできない。そこで本書ではその仕組みを提供する。しっかりと使っていただければ確実に現実主義を身につけることができる。おそらく完璧主義の皆様だから本書を 100% 使いこなそうとするだろう。そこまでする必要はない。現実主義 80% でいこう。本書の構成。一章、完璧主義のメリット。ここではまず完璧主義のメリットを紹介する。完璧主義ももちろんメリットがある。だから完璧主義になってしまうのだ。これをしっかりと理解しておこう。二章、なぜ完璧主義がダメなのか。ここでなぜ完璧主義がダメなのかを説明していく。本書を手にした読者の皆様は完璧主義が自分の辛さにつながっていると感づいていると思うが、それをしっかりと言語化していきたいと思う。3章、なぜ完璧主義になるのか。そしてここではなぜ人が完璧主義になってしまうのかを説明していこう。これにより完璧主義の捨て方も見えてくる。4章、完璧主義を捨てる。4章では完璧主義を捨てると発生するメリットを説明する。不安がなくなったりストレスがなくなったり、いいことばかりなのでここで完璧主義を捨てる価値を理解してほしい。5章、完璧主義の捨て方。デイリーワーク。完璧主義を捨て現実主義になったらどれほどお得かということが分かったところで、完璧主義の捨て方を教えていく。非常に具体的な方法なのですぐに使っていただけるだろう。ここで紹介するのは毎日意識するものだ。6章、完璧主義の捨て方。ウィークリーワーク。次に週に一度だけ実行するワークを紹介する。毎週直近の7日間を振り返り、自分の完璧主義の度合いを確認し次の週に生かしていくというものだ。7章、現実主義を習慣にしよう。そして7章ではここまで学習したものを確実に習慣化していく。これによって行動が変わり考え方が変わっていく。無意識も変わっていくので自分を追い詰めてしまう。完璧主義から脱出することができるだろう。一章、完璧主義のメリット。細かな部分までこだわる。完璧主義のいいところを説明していこう。これは分かりやすいかもしれない。完璧主義の最大の特徴は細かな部分までこだわることだ。神は細部に宿るという言葉もある。我々も消費者として細かな部分までこだわり抜かれた商品が欲しい。今日は 80% の力で作りました。そんな商品はやはり市場で受け入れられないだろう。完璧主義者はビジネスの世界で成功しやすい。もちろん納期に関してどうしても優先順位が下がりがちだからそこに難しさがある。しかしそういった部分をうまくフォローできる組織やあまりそれが重要ではない市場、そのように条件が揃うと爆発的な良い仕事をする。細かな部分までこだわる。これは確実に長所と言えるだろう。
信頼を得やすい。次に、完璧主義者は信頼を得やすいというメリットがある。黙っていても細かな部分までこだわってしっかりとやってくれるのだ。これは雇用者側からするととても楽なことだ。安心して仕事を任せることができる。真面目と言い換えてもいい。完璧主義が仕事の中で強く出てしまう人はおそらく会社で信頼されているだろう。あの人に仕事を任せておけば適当なことはしないからな、そう評価されているに違いない。しかし出世しているかどうかとなると疑問符がつくのも確かだ。全体像が見えてないんだよな、優先順位がつけられないんだよな、そんな風に思われているかもしれない。2章、なぜ完璧主義がダメなのか。仕事が遅くなる。まず、なぜ完璧主義がダメなのかを説明していこうと思う。もちろんこれは一つの傾向なので、必ず全ての完璧主義者が当てはまるわけではない。一般的に、完璧主義者は仕事が遅い。それは当たり前で、どうしても納品物にこだわり続けてしまう。特に物を創作するような、クリエイティブな仕事になると、仕事が遅い、納期の直前まで、品質を突き詰めてしまう。右がいいのか、左がいいのか、赤がいいのか、青がいいのか。これを永遠と繰り返すのが、完璧主義者だ。その結果求められている。納期に間に合わないこともある。それでもいいものができれば満足感もあるのだが、実際のビジネスシーンではクライアントいるものだから、イメージが異なっていればやり直しとなる。その繰り返しで疲弊してくる。生活が乱れる。納期が間に合わないからもう数日ください、そう言い出せる完璧主義者はまだいいだろう。それはもう完璧主義者ではないかもしれない。多くの完璧主義者はこう言うだろう。寝ないで完成させよう。こうして生活のリズムも乱れていく。寝なければ体調も崩れる。最終的にはいい仕事が残らない。どうだろう、あなたも心当たりがあるのではないか。これは本当に悪循環で仕事の質も落ちる。そうなってくるともっと時間を費やさなければいけないという気持ちになってくる。さらにさらにと残業時間が増える。寝不足になるからイライラするし、最後には評価も下がってくる。それに焦ってさらに頑張ってしまう。これは怖い。時間が守れない。こうなってくると時間も守れなくなってくる。会社を出る時になって資料の完成度に不安が出る。ちょっとだけパワーポイントを直してから会社を出よう。まだまだ時間の余裕はあるさ。完璧主義者は予測が下手なわけじゃないから、移動時間を計算して余裕を持って会社を出ようとしているだろう。しかしそこで心配が首をもたげる。パワーポイントを開いたらおしまいだ。そこから修正し続ける。修正すればまた改めて誤字脱字のチェックもしないといけない。結果的には会社から出る時間が遅れる。まだ走れば間に合う。そんな時に限って電車が遅れる。すみません、電車が遅れました、そう言って遅刻して商談が始まる。小さな失敗で全体を投げ出してしまう。完璧主義だと計画を立てるときに自分の能力を上回るものを立てがちだ。そしてできなかったときに全てのやる気を失ってしまう。毎朝5時に起きてジョギングするぞ、そう決意した場合、1日起きられなかったらもう次の日にはやる気がなくなる。さらに言えばこれを何度も繰り返す。もしダメでもまたスケジュールを組み直して再開すればいいのだが、そのままやめてしまうだろう。売上目標を1ヶ月達成できないぐらいで世界が終わったかのようにがっかりしてしまう。逆に言うと現実主義だとそんな程度ではびくともしない。伸び続けることなど不可能だからだ。もう少しハードなことを想定してみよう。言及されたとしよう。そんな時に完璧主義者だと自分の全てを否定された気がして給料が減ってもいいから転職しようと思うだろう。そういった時に客観的に自分の身の振り方を考えることができるのも現実主義者の強さだ。結局質も低い。ある美術学校での実験の話をしよう。 A グループの学生には質で評価するよと伝えた。 B グループの学生には量で評価すると伝えた。そして審査の時が来て2つのグループの作品が並べられた。良いものは全て B グループからだった。量で評価すると伝えたグループだ。 A グループは結局1つの作品も完成させることができなかった。最高の質を求め続けて何も作ることができなかったのだ。これは創作の世界ではよくあることだ。最初から究極の創作物を作ることはできない。しかしそれを目指してしまう。比べる相手は絵画で言えばゴッホかピカソか、音楽で言えばモーツァルトかベートーベンか。それを求めていくと完成する作品はないのだ。結局量を追求すると試行錯誤の結果うまくなる。夢を実行に移せない。これはよくある笑い話だ。私は作家になりたいんですよ、
どんな作品を書いたんですか、見せてください。いいえ、まだ書いてないです。これから書くんです。何を書くんですか。それもまだ決めてなくて、まだ最高のアイデアが見つかってないんです。最初から最高のアイデアが見つかるはずがない。書き続けて書き続けて、それで最高のアイデアが出てくる。いや、それでもそれなりのアイデアしか出てこないのかもしれない。だとしても、手を動かさないことにはアイデアが出ないのだ。何かものを作るときに、世の中にあるものと比べてしまう。どんなものでもそうだが、社会で認められているものは品質が高い。そこと比べてしまうと、自分では何もできなくなってしまう。しかし、どんなものでも最初から完璧だったわけではない。山ほどの試作品があって、それで今の質になったのだ。だから結局大量の試作品と練習作品を作らなければいけない。これは全てのものに共通した心理と言えるだろう。断言してもいいが、一番いいやり方は、動き続けた人間だけが見つけることができる。知恵を出せ。知恵のないものは汗を出せ。この言葉を聞いた松下幸之助氏は、これではその会社は潰れるなと言った。本来であれば、汗を出せ、汗の中から知恵を出せ、こうでなければいけないと言った。まさにこれこそがアイデアの出し方なのだ。汗をかかなければ結局知恵は出ない。汗をかいて、手を動かして、作品を重ねて、練習作品を重ねて、そしてそれなりのものにたどり着く。それだってまだまだベストとは言い難いだろう。自信を失う。完璧主義になると自信を失うことになる。なぜならダメなところばかり目についてしまうからだ。プレゼンをやってみた。資料の誤字脱字ばかりが気になる。重要なのは聴衆に意図が伝わったかどうかだ。物を売るようなプレゼンだとしたら、売れたかどうかだ。もちろん低いところを見て自分を慰めても仕方がない。しかし悪いところを見て自信を失っていては何もできない。ちなみに低いところを見て自分を慰めるのと、高いところを見て自分を卑下するのと、どちらが精神にいいかといえば、実は低いところを見る方がいいと分かってきている。結局高い方を見るのも低い方を見るのも、現実を見てないことには変わりはないのだ。同じ非現実を見るなら、自分がポジティブに感じられるものを見る。それによっていい気分になって能力が高まる。そういったことが心理学的には見えてきている。いずれにしても、悪い気分になるような比較の仕方をしないことだ。他人に厳しくなる。完璧主義の人の傾向として、他人に厳しくなる部分がある。自分はここまでやっているのに、なんであなたはそんなにやってくれないんだ。常にそういった不満を周囲に感じてしまう。誤字脱字を直すのは当たり前だろ。すぐにメールを返信するべきだろ。そういった自分の中の基準があり、そこに入ってこない人間に対して厳しくなってしまう。しかし自分も人間だから、結局それはできない。そして自分を責める。しかもこれに時間軸が関わってくる。人間は常に完璧じゃないから、ダメな時もある。ついつい陰口を言ってしまうこともあるし、意地悪をしてしまうこともあるだろう。そんな時に完璧主義だと許すことができない。だから長い人付き合いができなくなる。付き合いが長くなればなるほど、そのうち悪いこともあるのだ。実のところそれはお互い様なのだが、完璧主義だと人がやった時は許せないとなり、自分がやった時は自己嫌悪に陥る。これは苦しい。ゼロか100で考えてしまう。完璧主義になると極端に考えてしまうのも問題だ。毎日英語を2時間勉強しよう、そんな風に目標を設定した。しかしやはり忙しくてできない日もある。そうなると自分のルールが守れなかったと感じて落ち込んでしまう。イライラもする。それが上司に突然言われた残業のせいだとしたら、上司を恨む。こういった極端な0か100で考えてしまうような思考法になると、非常に毎日が辛い。2時間できなくても30分でもできれば前進していると考えると楽だろう。0と100の間には1から99までの数字がある。30でも60でも十分な進歩があると考える方が実際は現実的なのだ。三日坊主になる。結局このように0か100で考えてしまうと、自分の計画通りできなくて自信を失っていくばかりだから、嫌になってやめてしまう。だから努力が習慣化しない。そして立てた目標も実現できない。ダイエットや語学学習、そういったものは完璧主義で挫折する人が相当多いだろう。ダイエットも語学学習もやり続けていれば効果がある。ゼロにはならない。全く運動しないより少しでも運動した方が健康的だし、全く勉強しないより少しでも勉強していれば自然と上手くなる。しかし自分の立てた毎日の計画と無謀な目標を達成できないと分かると、途端にやる気がなくなってしまうのだ。失敗を恐れるからチャレンジができない。
新しいことにチャレンジしようとすれば必ず失敗する。失敗すればするほど成功に近づく。しかし完璧主義だとこの失敗が許容できない。失敗するということは自分の計画が悪かったのか、行動ができなかったのか、その両方なのか、どれかわからないが、自分の能力が足りなかったと認めなければならなくなる。完璧主義者は自分に対して完璧を求めてしまうから、失敗する確率の高いことはなかなか踏み出せない。三章、なぜ完璧主義になるのか。人の目が気になる。なぜ完璧主義者になるのか、ここでは説明していきたいと思う。それがある程度分かってくると、完璧主義と距離を取る方法が見えてくるだろう。人の目が気になると、完璧主義になることが多い。自分はこんなにちゃんとできるんだというものを見せたくなる。だから、人の目を気にしなくていい。プライベートでは、適当に過ごすこともできる。会社では完璧にしなければいけない。それは、人の目があるからだ。人の目を気にしないことができれば、適度な緊張感で過ごすことができるはずだが、それが人間にはなかなか難しい。自己評価が高い。完璧主義者の特徴として自己評価が高いということがある。自己評価が高いから立てる目標も高いし、そのせいでやらなければいけないことも多い。自分の評価が高いからできなかった時に落ち込む。あれ、自分はこんなはずじゃない、もっとできるはずだ。そのようになる。成功体験が少ない。成功体験が少ない場合も完璧主義者になりやすい。成功体験があれば力を抜いて業務を客観的に見ることができる。現場で熱のこもったプレゼンを行い成功した体験があれば、資料のちょっとした誤字脱字にはそれほどこだわらないだろう。熱意の方が重要と知っているからだ。どこが価値のあるポイントかはっきりとつかめていればメリハリをつけて力を入れることができる。しかし完璧主義だとなかなか成功体験を得ることが難しい。まずは完璧主義から少し脱却しないといけない。失敗の経験が少ない。同時に失敗の経験が少ないとも言える。失敗を数多くしていると失敗した時のリカバリー力がつく。この程度のことは大したことないと予測できるようになってくる。こういった経験をたくさんしていると完璧にやることよりも早くやることの方が成功につながると分かってくる。ただこれも悪循環で、完璧主義だとチャレンジするのが怖いから失敗の経験も増えない。普通と理想の区別がつかない。普通にやればいい。普通くらいでよい。完璧主義の人の普通はほとんど理想に近い。普通は平均かもしれないが、大体全てが平均より上のイメージでいるのが完璧主義だ。普通というのは人よりも優れているところはあるが、人よりも劣っているところもある。そういう状態なのに、人よりも優れているところはあるが劣っているところは特にない。それを普通だと思っているのだ。この生き方は辛い。人間いいところもあれば悪いところもある。いい時もあれば悪い時もある。4章、完璧主義を捨てるメリット。目標を達成できる。さてここからは完璧主義を捨てるとどんないいことがあるかを話していこう。まず1つ目、一番いいこととしては目標を達成できるということだ。ポイントとしては大きな目標を設定しすぎない。現実的な目標を設定できる。毎日2時間英語を勉強して1年後には仕事でペラペラと使えるようになる。そんな大それた目標を立てなくなる。毎日5分でもいいから勉強して1年後には学生の頃の自分を超えたい。その程度の現実的な目標を立てられる。もちろん5分以上勉強してもいいし、実際にはもっともっと上手くなるかもしれない。そうなるとモチベーションも上がるし、さらに勉強ができる。こうして目標達成の上昇スパイラルに入っていく。夢を実現できる。夢も達成できる。目標と夢の何が違うかを少し説明しよう。ここで言っている目標とは現実的なものだ。1年後にこうなっていたいとか、3ヶ月後にこうなっていたいとか、そういったものが目標だ。夢は達成方法もわからないような大きなものだと思っていただければいい。例えばハワイに住みたいだとか、1億円貯金したいとか、そういったことだ。完璧主義じゃなければまあできなくてもいいかと気楽にチャレンジできる。そして大げさに考えないから、ハワイに住めなければ沖縄でもいいかとなる。そうやって少しずつできる範囲で夢に向かっていくと、だんだんと夢が目標になってくる。1億円貯金したいなんて大それた目標かもしれないが、失敗したところで数千万円の貯金が残るだけだ。思ったようにいかなかったけど8000万円が残ったな。完璧主義じゃなければそれはそれでいいと思える。完璧主義だとしたら今のペースでは1億円は到達できない。これじゃダメだ。違う夢を追いかけよう。そうなってしまって中途半端に別の方向に進んでいくだろう。規
則正しい生活ができる、生活のリズムを整えることができる。今日中にここまでやらなければ、自分で決めたことだから、それがなくなる。夜も遅いし寝よう。また明日頑張ればいい。80% できればいいんだ。もともと自分が作った目標が厳しすぎたのかもしれない。そう冷静に考えればいい。結局、その方が最終的には質の高い仕事ができるし、生産性も高まる。時間が守れる。そして細かな部分にこだわらないから時間を守ることができる。商談の資料をギリギリまで修正して、結局遅刻するようなことはしない。あとは言葉で説明すればいいだろうと、とりあえず商談の時間だから早めに行こうと割り切ることができる。要するに客観的に優先順位をつけられるということだ。普通に考えたら資料の細かい誤字脱字よりも商談の時間に間に合う方が大切だ。それが判断できるということだ。継続力がつく。これは先ほど述べた三日坊主になってしまう原理を反対から見た場合だ。少しくらいできなくてもあまり気にせずに続けることができる。まあ 80% でいいんだよと気楽に続けることができる。質が高まる。完璧主義にならなければ量を作ることができる。量を作れば練習になるから質が上がる。しかし不良品だらけの商品を作ったところで市場で受け入れられるはずがない。ただそれも市場による。ソフトウェアの世界では不具合があっても最低限動けば発売してしまう。後からアップデートで直していけばいいと考えるからだ。 Windows も iPhone も常にアップデートで不具合を修正している。早く発売してユーザーに使わせて不具合を見つけ出す。完璧主義とは正反対の作り方をしている。しかしこれこそが最も早く質を高める作り方なのだ。もちろん車や飛行機に不良があったら大変だ。薬や食品等も同じだろう。必要な品質基準は商品によって異なる。そこは作業する前に見極めないといけない。100点が必要な商品に100点を与えるのは完璧主義ではなく現実主義だ。ただどんな仕事でも、それが車や飛行機だとしても必ず20点でも30点でもいいポイントがある。例えば新製品のアイデア出しだ。ここでは100点のアイデアは必要ない。とにかく20点でも30点でもいいからたくさんのアイデアを出すことが要求される。このように作業ごとに必要な点数が異なるから、それを見極めながら力のかけ具合を調整していくことが非常に重要で、その結果スピードがあればトライアンドエラー、練習の回数、それが増えて質も高まることになる。自信を持てる。完璧主義をやめれば自信を持てるようになる。常に100点を目指して100点に達しない。そんな状態から必要に応じて目指す点数を決めて、それをしっかりと達成していく。これによって確実に自信を持てるようになる。自分がどの程度のことならできるか分かってくる。自分を分かることが自分を信じることにつながる。自分ならこの程度はできるんだ。そう分かればその範囲で自信を持てる。その範囲を超えてくるような仕事ならチャレンジとして取り組めばいい。イライラがなくなる。イライラがなくなることもあるだろう。ストレスも減るだろう。常に足りていない、常にできていない、そう感じ続けるのが完璧主義の特徴だからだ。どれほどやってもまだまだ自分はこんなもんじゃない、もっとできるはずだ。そうやって自分を責め続ける。これがなくなれば非常に毎日快適に過ごせる。毎日毎日自分のことを認められるのだ。今日もよくできたと自分を認められる。良かったことを数え上げながら過ごすことができる。そうすることによって実際には実行力もついてくる。イライラしていれば集中力もなくなるし、体力もなくなる。病気にもなることだろう。そういったものから全て解放されて現実的に仕事もできるようになる。不安がなくなる。将来に対する不安もなくなる。完璧主義でいると将来に対する不安は悪循環で大きくなっていく。難しい目標を設定して達成できない。だから自分を信用することができない。するともちろん将来どうなるか不安になってくる。逆に現実的な目標を設定してしっかりと達成していけば将来のことも予測できるようになってくる。自分はこの程度のことだったらできる、これは無理じゃないから達成できる可能性が高い、そういったものがしっかりと見えてくる。そうなればそれをベースに未来のことを計画できるから不安は減ってくる。そして不安が減るから目の前のことに集中できるようになる。チャレンジができる。さらに新しいことにチャレンジができるようになる。失敗してもいい自分になるのだ。だからチャレンジできる。チャレンジしていけば能力が高まってくる。自分の限界も見える。
成長させるべき課題も分かってくる。しかも完璧主義じゃなければ、チャレンジした自分を褒めることができるから、気分が良くなる。失敗を繰り返すことが、成功への唯一の道のりだから、これほど大きいメリットはないのかもしれない。5章完璧主義の捨て方、デイリーワーク。毎晩、失敗を祝う。さてここからは、完璧主義の捨て方を教えていこう。まず、この章では、常に意識するもの、毎日やることを紹介していく。これを使い込んでいただくことで、完璧主義から現実主義に変わることができる。まず、最初に身につけてほしい習慣は、毎晩失敗を祝うという習慣だ。今日した失敗を思い出して、それを祝う。メールの送信を間違えた。商談に遅れた。発注数量を間違えた。部下にきつく言いすぎてしまった。そういったことでも、何でもいい。とにかく、失敗をどんどん自分で褒めていこう。なぜなら失敗するということは、行動をしたという行だからだ。行動がなければ、失敗はない。逆に言うと、毎日毎日失敗がないなら、自分にとって簡単な仕事、難しくない仕事ばかりしているということだ。あるいは、ほとんど何もしていないような日々が続いているのかもしれない。行動ないところに、失敗はない。責任を負っていないところにも、失敗はない。そして、失敗がなければ、絶対に成功しない。だから、毎晩失敗を祝おう。これによって、失敗に対する意識が変わってくる。毎日毎日繰り返すことによって、失敗した時に、よし今日も失敗している。しっかり行動しているからだ、と考えることができるようになる。こうして失敗してはいけないという、完璧主義の足かせを外していこう。作業に取り掛かる前に必要な点数を設定する。これは常に意識してほしい習慣だ。仕事でも家事でも何でもいいのだが、作業に取り掛かる前にその作業に必要な点数を設定してみよう。このプレゼンの資料は60点でいい？なぜなら話ししながら見せるものだからだ。あるいはこのプレゼンの資料は90点が必要だ。なぜならメールで送るものだから。このように一つ一つの作業に必要な点数を設定していく。そしてその点数で収まるように実行していく。商売のアイデアを出してほしいと言われたら、それは30点だろう。コスト削減のアイデアだろうが、売上アップのアイデアだろうが、アイデア出しはそれほど高い点数はいらない。ただそれを採用する時点では高い判断力が必要だろう。またどうしても100点が必要ということもある。しかしそういう場合は組織には必ずダブルチェックという仕組みがある。たった一人の人が確認して100点の必要があるものを世に出すということはない。すべて60点ならスーパースター。これはスキルの話だ。もしすべて60点を取れるぐらいのスキルがあれば、あなたはスーパースターになれる。どういうことか説明しよう。営業しても60点、交渉しても60点、英語を使っても60点、プログラミングをしても60点、会計の知識も60点。こういった能力があるとしたら、あなたは会社の中で全く困らない。たった60点でいいのだろうかと思うかもしれないが、会社の中には専門家がいるのだ。60点もあれば専門家に正しい指示ができる。作ってほしいシステムの要望もしっかりと出せるし、いざという時には売りに行くこともできる。新規事業の会計処理も経理部と簡単に打ち合わせができるし、海外メーカーとの交渉もバイヤーと一緒に取り組めるだろう。すべて60点まで行く必要もなく、20点のものがいくつもあってもいい。それでも随分と立派なものだ。ただこれがゼロでは厳しい。会計0点では経理部と話ができない。プログラミング0点ではシステムと話ができない。英語0点では海外出張に一人で行くこともできない。もちろん仕事によって必要な点数が変わってくるから、完璧主義にならずに必要な分だけ身につけていけばいい。見積もり時間を倍にする。人間は作業時間を見積もるのが本当に下手だ。大体は自分がやり遂げられる時間の半分の時間で作業を見積もってしまう。だから非常にシンプルに言えば、自分ができそうだと思う時間の倍の時間を納期として設定しよう。上司に仕事を頼まれたら、今まで3日と言っていた仕事を1週間で受けよう。時間の余裕があればその他の作業とバランスを取ることもできる。効率も高まることだろう。作業の時間を測る。さらに続けてやってほしいのが、作業の時間を測ることだ。作業を切り替えるたびに何時からやったのかメモしていく。すると予想外なものに時間がかかっていることがわかる。毎日のメールチェックにどのくらいの時間がかかっているかあなたはわかるだろうか。自分のメールチェックの話だ。30分か1時間か仕事によって違うだろうが、自分が持ってる感覚よりも確実に長くかかっているということは間違いない。
ぜひ計測していただきたい。継続していくことによって自分の作業標準時間が分かってくる。プレゼン資料を作るのはだいたい2時間、メールチェックは毎日1時間、日報を書くのに意外と2時間も3時間もかかっているかもしれない。そうして自分が使っている時間が分かってくると手の抜きどころも見えてくる。無意識の完璧主義に気づく。完璧主義の怖いところは無意識にやっているところなのだ。これがなかなか気づけない。今自分は完璧主義モードになっているなと気づくことが必要なのだ。これをやるために必要なのは先ほどの作業時間の記録だ。まずは本来やるべき時間を設定する。そしてそれを実際の時間と比較する。その中で大幅に超過してしまうものはこだわりすぎたものだ。これを繰り返して自分が完璧主義になりがちな場所を見つけていく。バックアッププランを作る。次はメモしながらやってみてもらいたいことだ。あなたのいろいろな作業にバックアッププランを作っていただきたい。時間がないとき、忙しいときはこのバックアッププランでしのぐというものだ。ベストではないけど60点40点のクオリティになってしまうが致命的な問題が起こらない。そういった予備のプランを作っていく。例えば朝ごはんはしっかりと食べたいとする。そこに対してバックアッププランを持っておく。どうしても朝作る時間がない、起きるのが遅くなってしまった、そんな日にどうするか、それを用意しておく。これがないと朝食を抜くことになる。理想の朝ごはんが80点だとしたら60点か40点でもいいからゼロにはならないものを用意しておく。時間がなければシリアルでもいいだろう。あるいはパンのようなものを用意してもいい。短い時間で食べられて40点ぐらいのクオリティのものだ。同じような理屈で夜ご飯も考えることができる。作る暇がなければ弁当でもいい。この考え方はテンプレートと非常に相性がいい。一方にしても丁寧に書く暇がなければテンプレートをベースに少し書き換えて出す。プレゼン資料にしても同じことだ。テンプレートを作っておいてその時に用意できる時間によって作り込み方を変える。バックアッププランが作れそうなものがあるだろうか。それをぜひメモに書いていただきたい。そしてできる限り早く、忘れる前にそのバックアッププランを用意していただきたい。6章完璧主義の捨て方。ウィークリーワーク。完璧主義になってしまうことを見つけよう。ここで説明するのは1週間に1回やっていただくワークだ。完璧主義になってしまいがちなことを見つけていく。誰でもそうだが、全てのことに完璧主義になるわけではない。何か自分が特に完璧主義になってしまうことがあるのだ。それを見つけ出していく。この1週間で納期ギリギリになってしまったものは何かを書き出す。ここは本書の肝だ。じっくり取り組んでいただきたい。この1週間で納期がギリギリになってしまったものは何か、それをリストしていただきたい。それこそがあなたが完璧主義で執着してしまったものの可能性が高い。すべてリストしていただきたい。クオリティを下げても良かったものはないか。さあリストを眺めてみよう。その中でクオリティを下げても良かったものはないだろうか。30点でいいのに80点までやってしまったものはないだろうか。あるいは60点でいいのに100点までやってしまったものはないだろうか。本来の点数を書き込んでいただきたい。倍の期間で納期設定できるものはないか。次に倍の期間で納期を設定できるものはないだろうか。この依頼は実際には3週間もらえたはずだった、そう思えるものだ。倍の納期を設定できたはずのものに関しては本来取りたかったはずの納期を書き込んでおこう。1週間で受けた作業だったが、これは本来3週間もらえたはずだ、もらってもよかったはずだ。そういったものには3週間と書き込む。受けなくてよかったものはないか。さらにそのリストの中で受けなくてもよかったものがあるはずだ。そちらを見つけ出していただきたい。これは本質的に自分がやる仕事ではなかった、誰かにお願いすればよかった、そしてお願いすることができたはずだった、そういったものを探してほしい。そこには罰印をつけておこう。7章現実主義を習慣にしよう。習慣化の方法。さあここまで読んでいただきどうだっただろうか。完璧主義のデメリットや現実主義の価値、そして完璧主義をやめる方法を学んでいただけたと思う。実は本書はここからが本番だ。今回は常に意識していただくワークや毎晩やっていただくワーク、毎週やっていただくワークを紹介した。これをしっかりと実行していただければ完璧主義から現実主義に移行した非常に強い自分を手に入れていただくことができると思う。しかし習慣化は本当に難しい。世の中にはいい本がたくさんある、
読んだ瞬間に非常に効果を感じるかもしれない。しかし人間はとても忘れやすい。2週間もすれば忘れてしまって元の自分に戻ってしまう。これでは何も変わらない。そこで本書では確実に自分を変えるための方法を提供しようと思う。非常に簡単な仕組みだが、簡単なだけにパワフルな仕組みだと言えるだろう。まず本書の要点をまとめた現実主義リストを作成した。これをコピーするなり印刷するなり書き写すなりして壁に貼っていただきたい。そしてそれを毎日読むようにする。それによってやるべきことや意識することを常にリマインドする。それが数週間すると無意識に吸い込まれる。そこまでいくと自然と現実主義の自分になっている。やることは簡単だ。次の現実主義リストを壁に貼る。毎日読む。それだけだ。もしリストの内容で忘れてしまった部分があるなら本書に戻ってきてほしい。繰り返し読むことで新たな気づきもあるだろう。現実主義リスト。完璧主義の捨て方。デイリーワーク。毎晩失敗を祝う。作業に取り掛かる前に必要な点数を設定する。すべて60点ならスーパースターと心得よう。見積もり時間を倍にする。作業の時間を測る。完璧主義になってしまうことを見つけよう。完璧主義の捨て方。ウィークリーワーク。完璧主義になってしまうことを見つけよう。この1週間で納期ギリギリになってしまったものは何かを書き出す。クオリティを下げても良かったものはないか。倍の期間で納期設定できるものはないか。受けなくて良かったものはないか。後書き。成功したいなら現実主義しかない。本文でも何度も書いてきたが、やはり成功するには失敗を積み重ねるしかないのだ。どんどん失敗してそれで成功するやり方を見つけていく。一回の失敗が許せないような完璧主義ではどうしてもうまくいかない。特に何か新しいことは最善のプランやベストのアイデアを求めてしまうと始められない。フランス皇帝ナポレオンはこう言った。決断しないことこそが最も悪い決断だ。結局のところ全てを見通すことはできない。それどころか手を動かさなければほとんど何もわからない。最も効果的な学習はやってみることなのだ。失敗したくないなら失敗しろ。それが矛盾でもあるが面白い。そして重要なのはやはり習慣化だ。習慣にしなければ何も変わらない。本書を読んですでに役に立った部分もいろいろあるだろうが、それだけでは人生は変わらない。それほど甘くない。やはり毎日の行動を変えていかなければ結果は変わってこない。だから同じことを繰り返すようだが、現実主義リストをしっかりと使っていただきたい。一番のおすすめはトイレのドアに貼ることだ。かなり高い確率で毎日目にすることだろう。もちろんトイレが3つも4つもあるような豪邸に住んでいる方だと毎日というわけにはいかないのかもしれないが、それにしても利用頻度の高いトイレに貼っていただきたいものだ。リストを見るたびに本書の内容を思い出すことができる。あとはもしたった一つだけしか取り組むことができないというのであれば、おすすめしたい習慣は毎晩失敗を祝うことだ。とにかく失敗になれよう。それが完璧主義から脱却する第一歩だ。失敗を祝う習慣をつければイライラもストレスも本当に小さくなる。普通だったらがっかりするようなことから達成感を得られるからだ。自分は今日何度も失敗した。ああ成功に向かっているな。あなたは完璧主義者だから 100% この習慣化をやろうと思うかもしれない。それでは趣旨とずれてしまう。できる範囲でやっていただければいい。 80% 程度の取り組みが妥当なところで1週間に 2、3 日は休んでいただいて構わない。それではあなたがたくましい現実主義を手に入れられることを祈りながら、この本は終わりとさせていただく。著者紹介。通道小平東道昌平。仕事で鍛えられた人。年商数十億円の事業を立ち上げ、サラリーパーソンを卒業。 IT 企業と貿易会社を経営しながら読書と執筆を楽しんでいる。